こんばんは、グッドイーブニングエブワン、おはようございます。現在でもあるからさんと、ガラシャキャナム選手、たまつみです。ナイスレディダービー。ま、音がちょっと。上班了，所以你今天就练两只马好了。哎，什么？嗨，你今天呢？因为这次的多利 event 就快结束了嘛，现在一天多十号就结束了。然后我发现还有一个任务，就是要跑阿扎伊嗨。阿扎伊嗨的话呢，那我这次有米红的布鲁本可以跑吗？刚好。我米红的布鲁崩还可以再强一点，这个时候是三女神卡出之前，对，三女神卡出之前的，虽然说有麦瑞死了，而且其他素材蛮不错，就是想试试看三女神时钟之后，可能练到什么程度呢？试试看吧。衣装もね。嗯，哎，我为了出那个花石头扩充持有数的基因机呢，不然的话，因为我自己是很喜欢把一些以前练过嘛，从留至少，反正第一次练我一定会留下，第一次泡温泉我一定会留下，第一次拿称号我一定会留下，啊，如果跑到那个像标志米挺优胜的我会留下，啊，这蛋糕我记得。大概是红马，红马会特别多血。啊，这个标志是拿那个和他兹纳，第一次拿和他兹纳，还有各种马之类的，你看一大堆东西都标起来了。嗯，其实小北我是，为什么？那个时候可能是还有这个标志，我是干什么？那个时候是我什么实况企划把它对对，这一只是那个跑剧情的时候要给那个 Special Week 继承的。哦，这两只。换装第一次练要不要留啊？留下。换装马第一次练，我们的台星跟那个奇克多，太念旧了，就大家都不想把他们删掉。这只红马是怎么回事？上次抢你有出这只吗？只有 S 的多倍率，应该是失败的。西のフラワーです。一生懸命頑張ります。はい、日本のブルガンダボール。大海日本のブルボンループ。ガンダムオール。マイル。他这次我看一下。マイル三、マイル三、マイル三 ，OK。这也来个。麦鲁跟喜巴综合，麦鲁神波，麦鲁短距，
卖的大都卖大。带洗吧，グランドライブシナリオ。拉波西，这次好了啦，他下面种马都种马都是桃马。然后有时候居然摸到。看一下大家开的，我还送什么？都快点！三枚钢币，好嘛！好嘛的。卡西勾沙原本是放猕猴的部分嘛，但是这集的话没有办法用。那我们就，我之前那只是灯卡预测，那就马真比。桃根的话，那就是那个 A 型，那个不是 A 型，那个 Ines 附近。可是 Ines 附近才一图而已，有点尴尬。真要更新预测。抖抖宝，抖抖的事件也不错。恐惧性，你听到背景也是。上次我是不是拿满图，满图的马尔森斯基跟满图的那个三女神，不知道哪一个效益会好？开始吗？因为不管是三女神还是马尔森斯基，我都只有零。阿玛萨玛斯，行きます。行きます。どんなの？実行します。実行します。日本グローブの麻烦是因为他要跑天皇賞ある。所以。開始します。もうスタミナ太低也会出问题，也会出事。体力低下。体力低下確認。実行します。集中。好ナイス。这么早出。体力低下。疲労感知。这还是直接翻车。出力低下の可能。
甘さは一緒にやろうか。一緒にやるぜ。想要多花些火力去练其他地方。刚好也会压到拉莫呢，帮我拉一下好不好？します。哦，屁股ナイス。没有直线五，没有直线可以先点。疲労感知、出力低下の可能性、体力低下を確認。調整は万全。这个时候注目の再拼一揽吧，先拼一揽再拼一揽。一着達成いたしました。木星海海关一开。今天原本是想要练哈利哥，因为哈利哥的那个技能进化还没有弄出来。行きます。可是忽然想到活动要打三胎，所以就先练一下这个功法。開始します。第一年就吃紧。勝利。実行します。好的嘛，呢。ステータス。三枚跟踪。開始します。スタミナはどこ？上限。行きます。体力。疲労感知。出力。集中モード。ギアシフト。いいじゃん。体力。遅れを取るなよ。冰红。
红女神针。疲労感知、出力低下の可能。蓝女神，我记得好像可以治死病吧，我记得我练可以那个练习捕手好像可以靠蓝女神修。一緒に頑張って。的逃马技能好了，这个トレーニングによる注目に速度の最適化に成功、完璧な勝利完了です。哦，终于了，小北，还好你这次不是第三年才出来。不要第三年才能搞失踪就好了。上次从第三年那个感谢祭之后，小北就再也没有站在速训部，那次真扯。等一下，我要跑比赛吗？这个训练好迷人啊！我点一下。調整は万全、勝利確率は状態に。ここは負けだね。一着達成いたしました。ダーティーガンガモール。あ、真的ブルーボンの小孩真的好可愛。继承有快速的那个影子。先把第一次黄女神给拍出来，要吗？还是再一次蓝女神？先出一次黄女神吧，这样子压力就不会那么大。一緒にやろうか。我为了这个 stamina 的破纳斯，どんなに効く？遅れを取るなよ。太早拿黄女神有个缺点，就是训练等级还不是很高。刚好这个时候
哎，马鲁扎斯基，可是马鲁扎斯基要配那个红女神才发得到。stamina は努力で補える。ギアシフト。平扣哪桥者吗？还是这里好？実行します。現在のステ。注目の一番人。应该还是出红女神。達成いたしました。等属性。但我现在，现在如果不敢出新女神，就马上黑掉，好像来不及在属性的时候再做一次。这个黄女神的压在属性中间。内側から謎のエネルギーの増大を確認。能打多大？目標レース。哇！结果是出蓝女神啊！注目の速度の最適化に成功。完璧な勝利完了です。我看我们打比之前听出一个名字。体力低下。勝利を得るためにミホノブルボ始動します。エネルギー蓄積完了。準備は万全です。いつでもアイスを。但不一定会出红。実行します。有机会，拼拼看。Nice。トレーニングによる。只是 stamina 有点尴尬，就是我们回那只有神那个快速。哇，还好，本性还不错。达比的本事是不是很普？看看来不来得及，在属性拼出防御神。甘さは必要ありません。通常。甘さは必要ありません。那你就好好给我做，不要在那边宇宙布鲁崩。全機能。一緒にやろうか。一緒にやろうか。
動します。补一下斯达米亚，等一下卡修，来群聚一下。不够群聚。希望放在下一个回合。如果现在花体力，就下回合在有风险情况下开黄绿色，好像就有点可惜。启动开始。哦哦，不错不错。光影探知。这样子卡丘应该没问题。疲労感、体力低下を確認。問題軽微。まだ。接下来要拼红吧，拼红女士。哎，硬头都还不是很高。体力。あら、熱心なのね。どんなに厳しいミス。甘さは必要ありません。通常のトレーニング以上のトレーニングを求めます。わあ、ちょステータス、高揚感知、オーラをいただければ通常以上の成果を約束します。这样子的话，最后选原色主导权会变成在那个雪花手上。这样子我没有办法自己决定我到底用什么。你说雪花赏随机出什么，就必须要吃。父の言葉、実践します。Nice， 成功了，赌赢了。但是祈求卡丘不要给我黄色的碎片。調整は万全。啊，真的是利奇耶。ここは負けられ。速度の最適化に成功。 OK、 完璧な勝利。完了。完了。我这次一定要出红色，一定要出红色，要不然的话就一定会出红。硬点一个红的来跟他比。疲労感。疲労感知。あら、熱心なのね。
体力。わあ。疲労感知。出力低下の可能性があります。可是我红女神要捏到年底。逃马技。スタミナは努力で補える。父の言葉、実践します。実践します。哇，等一下，速度怎么那么低呀？行きます。等一下，我不是带了马真斯基跟小北，速度这么低。仕上がりは完璧と判断。最良の結果が得られるかと。ここは負けられ。速度の最適化に成功。完璧な調理完了です。接下来就等一下过年先一栏，然后剩下的全部都做光。虽然说由于说。就是黄在那个马上没有全聚的情况下效那个效果很差，不如拿蓝女神来拿多一点那个 skill hint， 这样子神点出来多一点。多拿一点，地步真是。どうなる？一緒に頑張ろうね。跑马速度低啊！一緒に青春の汗を流しましょう。马真斯基应该有跑起或跑弯之类的。嗯？全機能オールグリーン。我怎么我做越来越慢了，
どんなに何なりとマスター、いかなる困難も努力で乗り越え。对哦，我优位形成白技的那个镜头都还没拿到。不说，哎，等一下，拉莫姆剧情还不好玩。优位形成我还没拿到。先开一个。甘さは必要。あら、熱心なのね。每次都这样子，在我数值感觉快拉不上去的时候，都会掉卖的 S。加速比我那么多。你可以破拿二。中距离。点女神就可以决定自己决定我不要什么，那再补一个话，不用听天由命，还可以那么踏踏。万全、勝利確率は状態に比例していると判断。够了。而且我这只是要练那个脉轮用的，我stamina调那么高。注目の一番人気、七分够。屁啦！赖斯，这样还能赢？他结尾不用跳出来，我就知道是谁刺了我。
黄女神的问题，在非全剧或者是说只有速卡在速卡，那个只有速卡在速训，他们理所当然的会闪，这样子就没有开黄女神的意义。困難も乗り越えられると判断します。消失了。这个有点九月前半体力低下を確認、問題警備まだいけます。疲労感知出力低下の可能性。硬拼谎，硬把那个拼掉，结果他还出蓝黄，就浪费掉了，浪费掉一次球。跑马回去格兰多赖普练会不会好一点？那边顶住也高一点。遅れを取るなよ。
コーナー回復。对，好像来不及。一緒にやろうか。好像还来得及。听听看吧。要看他 Japan Cup 给我什么颜色。可以红的话还有机会。可以红的话还有机会。哎。JC 升格成世界赛之后，第一次拿下 JC 优秀的魔开 KO。当然，在 JC 还没有成为世界赛之前，第一次本土马拿下 JC 也是那个我怕我凭印象念会念错名字，这是跟西比有剧情的，上次活动跟西比剧情什么 S？ 哇、yes ！怕乱，我怕念错名字会出事，我还是不要凭印象念好了。勝利を得るために、スタミナは努力で補い。父の言葉。実践します。実行します。お願いします。よーし。之前好像有一次，我不是开台的时候练，然后快14次吗？14次女神分组。仕上がりは完璧。那一次就完全不管说，完全不压年底有女神就开这样子。ここは負けられない。哇，这样子抛啊！速度の回復化に成功。完璧な調理完了。一个是我的那个耐力训练点太多。調整は万全。怕那个耐力拉不起来。状態に比例していると判断。耐訓点太多次，注目の一拉不起。速度の最適化に成功。完璧な調理完了。跑马速度只有降之后。好急，很大。哇！结果幽霊形成没出位，干！拿莫的，你搞屁哦！拿莫这次完全不长脸呢，硬头不给。
剧情都不跑完。一緒に頑張って。なんなりと。这里确实可以赌一下，赌一下那个拉莫的背后。三回合，好也来不及。等一下，如果那个碎片连坐没有碎会怎么？这个小北无限欸，他无限也没有跑完，你们到底是在郊游的是不是啊？三女神欸，三女神也失踪，集中モード。惨剧，勝利。他三女神又失踪。全機能オールグリーン。いかなる出発します。どんなに。お。何かお悩みですか。扣拿乔者的人啊，好，好，好哦，好哦，可以。反正我们，我们没有神队一休。調整は万全。仕上がりは完璧と判断。注目の位置。速度の最適化に成功。完璧な調理完了です。拿金两不知道够不够脚力十分。金两是加六十，金两加速力六十，速力六十，加那个折扣球不知道够不够。好，麦卢的话。
扣拿开服应该已经不用了。真心真的先去播出数都可以进化了。积极策略，必多一台，保持逃亡，更开一滴 start， 你给个子，地固，神速，哇，就是一只点兵。太贵的技能不要了，144。有 skill 进步，最终扣拿的是最终扣拿的加速技能，那有钓鱼应该就够用了。有 skill 进步就算了。这样子地固会不会复发、啊？先去粮厂、金门，先去粮厂、金门是够吧？但如果没有粮厂的话，它就不会开了。啊、还有里斯大斗，里斯大斗如果开的话，也有地固。左中指示。天开一，等我天开一也能算一个。那布鲁崩是我这个游戏的第一个天井，也是我第一次去那个去跟那个 Cygames 客诉，不是客诉，应该是说请他们客服帮我，拜托，池子快结束了，快让我氪金。哎，有月份，啊，意外。我是中距离，我这不是电麦瑞 S 吗 ？S 的话，女子出现率应该很高啊。对，那一次这就对了嘛。虽然说白银子不是很多，不过起码比这个好一点。就对了。对，这就对了。以后的布鲁崩的大子呢是要那个 stamina 1000的，我们之前开过两次直播在拼那个以后的布鲁崩的大子呢，他是第二次才成功。好，4万，再练一位就够了。布鲁崩，经济比我现在更少，不过多个优惠行程就是。好啊。はい、日本のブルボンです。はい、日本のブルボンです。力量比原本的还要高了，但是。智力比原本的还要低了蛮多的。不过速度更高了。悪くないかもね。
但说卡西科萨低了200多，这对桃马来说其实也蛮伤的。对桃马来说，你的那卡西科萨影响的，你会不会拼命的向前去抢位？像我们家明宏的不同跑怎么样？我对手有，对手有毛森斯基。負けた。哦，这次有大头，大头踏波吗？負けた。踏波一路逃到底。哦，这次的桃马是达斯卡。ブルボン赢不了ブルボン赢不了分数还不错注目の2番人気8番看一下他们怎么跑看一下他技能发动状况。ここまで。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気第一ルビー。ミホノブルボン会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはミホノブルボン。这我们更新也有一千三。通常運転中。更新影响跑马预判真位跟那个尾盘真位。但中盘是看卡西科萨比较多。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭はミホノブルボン。単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはダイヤスカーレット。2馬身、3馬身開いて10番。小北的剧情跑不完，我留无限了没有？优惠行程剧情跑没跑完，我优惠行程。2番、1馬身差第1ルビー。一馬身離れて六番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身津軽海峡からの風が冷たく頬を打つ函館のターン先頭集団を見ていきましょう先頭は相変わらずミホノブルボン続いてダイヤスカーレットその外並んでファインモーションそしてその後方には桜千代の二馬身離れて10番その後ろから三番第一ルビー続いてカレーであれ市場であれ市場であれ常に最たる輝きをすなわち鮮烈なる勝利をこの手に1馬身離れて2番1馬身差6番ルービー来た後方2番手に1番まもなく第4ルービー早っここからスパート一気にレースが動きます400を切りましたじりじりわブルボン完全追不上前面ねここから捉えることができるのか並んでくる第1ルービー天下お待たせ思い出いっぱいのセレモニーにしよう。はい。先頭第一ルビー。第一ルビー。ファインモーション。譲らないか。第一ルビー。今一着でゴール。マイクレスチーム代表戦を制したのは第一ルビー。刚刚进中盘的时候完全追不到他。さらなる栄光を積み上げ、至るべき極地。对，你那个评分不是绝对的。技能搭配有没有到才是真啊这布鲁蓬到底能不能算成品问号这样子的话ただいま限定セール中ですよお見逃しなく专辑真的ど
れほど。ようこそイベントミッションへ。僕のリードは必要なさそうか。必要なさそうか。頑張るんだぞ。どれほど季節が早く駆けて。哎呦，才十壮，这骚妹就已经跑了。哇，这个时间有点尴尬呢。还要再练一只吗？还是睡觉了？明天要上班，还先睡。馬娘メーカーのレベルが上がったらしいですよ。上がった？ですよ。三级的。お、ピース。おめでとうございます。おめでとうございます。对，明天就要出新池了。今天啊，今天中午大概新池的情报就会出来了。我猜落泪了。当然 ，top 落朵也有机会啊，毕竟那个落朵 top 也快要上了嘛，会在巴卡 Jeep 上面播吧。所以。Top Road 跟 Low Rail 都有机会，我自己是比较偏向 Low Rail 的。哒啦啦啦啦啦啦！阿克尼斯卡基姆的。内加卡而已。他活动是到十月，四月十号的中。那这样子的话，我们明天回来的时候还可以再开一次吧。今を大切に刻みたいのです。而且。イベントミッションへ。旅程也还要三次。必要なさそうか。頑張るんだぞ。早くしないと。とか、フラワーみたいなことは聞かないよ。私。认真，我觉得。门会上可以加一个花石头开那个开仓库的功能，不如说这不是很基本的功能吗？花石头开花石头开容量的功能不是很普通吗？应该要有吧。而且在马越出越多，大家马越练越多。应该也会有需要，哇，七八场距离也死。哎，对，马卢森斯基的那个马卢森斯基的经济也没跑完哎！天哪，刚刚我三张 SSR 的那个经济都没有跑出来。可以啦，我看到这个才想到，对嘛，我真是给的经济嘞。你们到底是在搞屁哦？天哪！嗨，日本のブルペンです。花的国的话，花的国是新来旧比较好，旧的是有土烟呐。米沙西圣塔，中盘在前方的时候加速一下，哦，那这个很赞哎。米沙西圣塔，这就中盘速度计。アルファスターレース中間在先頭速度上昇ダートレース持久力恢復
だなな な, 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 なファルコ原版的原版续盘 course 中盘它这个是要原版的经济是那个如果在中盘的时候后面有马准备要追上来它一追到正义马身内的时候它就会开机然后加速啊新的是中盘在那个先头附近先头附近大概就是一二名吧一二三名吧先头附近大头列斯还回来メサセセンター就可以啊好早期铁铁子现在铁铁子可以换いらっしゃいませどうぞごゆっくりご覧ください好早期哎呦哎我缺五个唯一可以说是缺点的那就是那个新衣装的ファルコ的画画视讯不见了这也是个问题原版是有画画视讯的结果新版没有画画これはちょっと厄介かも。这样子力量就会很难拉了。大概多更新加成，他应该想让家用根卡绿车，像我刚刚那样子。但是力量这样子拉上去，怎么会需要再特意再放一张力卡？要不然就是要有意识的在那个属性多拉点力量
わはぎ。ボーナス。ああ、地图的爬坡。其实这很多张跟卡比起来，乌拉拉的更新训练真的好强啊！乌拉拉真的好强。多的话，他的那个，根特好低，根特拉力量还可以。
可是放根特的话，放根特是什么？搭配到这张，哟，以拉力量的角度来看。最强应该是 KS 米拉克，那 KS 米拉克的我就零图而已。那 KS 米拉克零图扎力就已经这么强了。拉根性不够好，但在拉力量 KS 米拉克鲁他领土在所有根卡中拉力量就已经最强等级了，这么猛的吗？还有棒棒杠，不然的话就是像花鲁口的力量有点难救。就要变成要早点把那个 KF 米拉克鲁的好感度冲上去，赶快开启他的花花波纳斯。连数据多拉多一点的话，力量就自然而然。刚刚我速度会上不去，主要也是因为就是我们那个布鲁本要跑皮卡丘，要跑藤摩丘。我真担心，stamina会一直点 stamina 变成速度一点不大的这样子。对自匹配，不过先拿红也没有什么不好。红女神有那个降低炫电耐力消耗的效果。一緒に頑張れる？
緒にやろうか。啊，红女神可以搭配。啊，可是毛生斯基他要那个，他要好感度橘色才有那个效果。等级越高，多那个扩卡越高。マイルコファルコ、なんだかすっごくいい気分。今日のファルコなら、リハーサルも。わ、黄女神先蹦出来。ここは負けられない。次一下课，一次跑这个，简化的火就是要在第一回合浪费两个回合去跑 OP 赛，你先多一个希望可以跑进去。ファルコが甘えそうになったらちゃんと叱ってほ。行きまーす。あ、センターフライトいいじゃん。ピースミラクル。他有什么技能我要？短距先行，先行用不到，那我不用特意去点它。不对，我还要冲它那个高感度。ここは負けられ。みんな、応援ありがとう。え、我应该要出，我是应该出蓝的吼。
北海道。特别找机会去韩国的。哇，像是第一年的那个 Glow Up 会少一个技能，会少抽一个技能。ここは負け。馬の伝説は止まらない。那蓝女神至少有。リハーサルもちゃんとやったし。至少有一就可以抽一次。注目の。但是只有数值。哎，等一下，班女神有多？どれだけ激しく走る？激しく、激しく、もっと激しく。拉起来，结果力量还没有跟上。干嘛？なんだかす。応援よろしくね。テレビの前で張り切っていこう。这一次米拉克里不管在更新力量速度都可以拉哦，好多一个中距一个先行，慢一点，有快速。リハーサルもちゃんとやったし。快速品走慢。快速品头直接冲了。注目。なんだか
か体が重いような。なんだか俺で助けになれるの。あのね。あ、何でしょう。お願いし。あり。距離。ねえ。押車吗？还是出货。管多，对，是的。汗かいて、目そかいて、全部光ってキラキラリン、全力で。キラキラリン、全力ロリン。負けられない。みんな、応援ありがとう。リハーサルも。注目。男女生我到现在还没有出啊。激しく、激しく、もっと激しく。応援よろしくね。
リアシフト。哎呦，玉座我没有放你出来。ABC クラシック、いよいよ。ここは負け、ウマドラ伝説は止まらない。あ、年末的東京大賞だ。大都嘛好像标准是四万六万十二万嘛，还四万六万八万。テレビの前、ファルコが甘えそうになったらちゃんと叱ってほしいんだ。ふむふむ。何が？あ、ごめん。気にしないで。あれ、この箱、構造変。あ、魔术道具。あ、先輩の魔术道具给弄坏了。なら、やあ。おー、かっこいいな。やっぱ宮川さん。あの、ジョシュ君。え、あ、俺か。さあ、ボックスの主人、ミラクルと私2人は今からその中に、入ってもらって、外からしっかり かけるよ。待って、2人の文明や何に進めたよ。两个人进去，然后叫托雷娜桑把外面全部锁起来了。不安ですか？大丈夫ですよ、托雷娜桑。マジの、あ、マジの、本当にすごいですし、あと、それでも何かあったら、俺があなたを守ります。必ず。いやー、ミラクルー。ありがとう。安心できたよ。いや、何があった、いや、何があったら、あった時よ、俺が君を守る。いや、トレーナーさん、トレーナーさん、大丈夫か？感觉两个在互撩感觉。那就交给你保护喽，ミラクル。そうですか、なら良かったです。お、よかったら。で、何に言いますか？もっと安心できるかも。あ、すみません。俺の手、あんまり温かくないんだと。お願いします。一緒に感動、お願いします。ワン、ツー、スリー。素晴らしい。脱出成功だ。お疲れ様。うんうん。金曜日だったろ。でも君だって楽しいって思わなかった？それは。あのさ。ミラクル、あれ覚えておいて。みんなのため。それも大事だ。けれど。君は君のやってみたい気持ちを大事にしたっていいんだよ。どれだけ激しく走っ、
速度已经900了，我力量还在500多。コーナー回復お願いします。ナイス。東京大賞でリハーサルもちゃんとやったし、ここは負けられない。馬の伝説は止まらない。我发现国奥跑的比赛真好多。いよいよ本番。最強トレーナーさん準備は OK？ ファルコは注目の馬の伝説は止まらない。神偷不赖多，还可以再等等，说不定还有另，说不定还有另一头会。觉自己决定第五格就不会被注目被比赛前面的伝説は止まらない。得又输。ヒントでも一緒にやろうか。爸爸，どれだけ激？
あら、熱心にね。四月后半。可以抽动红再回一个体肉，太死了。哇，这就有点……ハルコ、絶好！あら、熱心にね。いよいよ本番。刚刚比较怕就是我选，然后女神选王穗，然后。这场比赛给的不是黄穗，给红染后直接属性的那个黄女神就爆掉了。傻小，前程序我后马只有三 S，接下来只要只剩一场吗？啊，不对，还有好多场。这样子我就要做那个了。
ありがとうございます。おなんで止まった？止むと？やば。あ、いいです。どれだけ激しく歌って踊る。俺で助けになれるの？拉莫呢？你有没有搞错？你现在才第一阶。一緒に頑張れる？拉莫呢？拉莫呢？你真的搞笑哎！要等那个等两点。就他吸口水也拉不上去。一女神双速双险一等我就好。起码他的白技有拿到，这个经济出不来。等一下，小北有跑完吗？小北的弧线是不是也没有跑完？負けられない一番人気15番スマートファルコン。大斗的実力は完全に上位です。 WBC 还没跑过，屁啦，真假啦。グランドマザーズ上周完全没练过泥地马哦。还是说我都是机改泥地，没有天生跑泥地的，所以我都没有跑到大斗的 SWBC。不对啊，上次不是又跑一次乌拉拉啊，乌拉跑输了啊，对，
馬娘たちの共演に胸が高鳴ります。 SWBC ダートを制するのはどの馬娘か。3番人気にはオグリキャップ。この評価は少し不満でしょうか。2番人気はこの子、ハッピーミーク。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気、スマートファルコン。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って飛び出した。先行争いはマルデンスキー、桜爆心王、ワンダーキュート。さあ激しい先行争いを制したのはマルデンスキー。続きました他のリッキー、桜爆心王、外から行く。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。マルデンスキー快調に飛ばしていきます。さあ前の方はどうなっているか。花を奪っていったのはマルデンスキー。ここで先頭はスマートファルコン、桜爆心王3番手。少し後ろから他のリッキー、それを見るようにワンダーキュート。2コーナー回って向こう両面、先頭から後方まで隊列は縦長になっています。カルコだけを見つめて、誰より強く可愛く輝くからね。スマートファルコンまだ先頭をキープしています。一馬身差、マルデンスキー一馬身離れて桜爆心王、さらには北高たる前、差がなくワンダーキュート。すぐに続いて他のリッキー、その後ろからハイシャトル。第3コーナーの淀の坂を下る。ここが正念場。少し後ろから新興ウィンディ、少し離れて岸山君、西のフラワー並びかけてきた。そしてハッピーミーク。第4コーナーを進んで直線へ向かう。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。スマートファルコンまだ進む。400を切りました。気持ちよく逃げているスマートファルコン。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはスマートファルコン。スマートファルコン強い、強すぎる。完全に抜け出した。残り200、ハイシャトル追いすがる。今天都已经到终点线才开快速。これはすごい。他の追随をまるで許しませんでした。見事制したのはスマートファルコン。やったやったやった。SWBC を制しました。2着にはハイシャトル、3着はハッピーミーク。馬のルネーテスは止まらない。这倒也不错，但是我比较喜欢他原本那一套。Hi SWBC Dart。但说后来发现，就是如果 S 那个 SSR 的经济全部都学到的话，也不一定可以全部都学。ファルコが甘えそうになった。テレビの前で。一緒に頑張ろうね。マイル、マイル。ナイス。歌って踊れる。遅れを取るなよ。出的 stamina 哦，这 power power 嘞，
老麦炉的话600应该很够用，1800好像也差不多。一下顶住好了，顶住可是头马的性命。结果这无限还是没出来，好孤单。这样条件是什么？大刀技能选两个，没杀死，真够厉害。地库开始出来了，我的续盘技有多少？续盘技有土烟嘛，土烟两场，没有你给扣子。先驱有吗？哦，这样走太阳睿智好像有点太花那个了，太花点数。也很贵呢，天开鱼，如果没有天开鱼的话，地库也开不了。
絶対的センター。 UG6 ダート2九九里，等一下，这白银好多，一二三四五六七八九个，一二三四五六七七个，可是。中距离大多，可是大多麦路麦路好像比较实用耶。大多麦路麦路好像比较实用。剩下活动称号，活动称号用 McQueen 来解就好了。那也是 UG4 大家都 S， 可是这个就有脚力十分。原本是1570的速麦卢 A，百速麦卢 S， 算上麦卢 S 的话，我们现在练的麦，我们现在练的点数会高一些。不过力量就输了，原本力量加上去，这绝对有脚力四分。但是现在我们这个力量就必须要开两场，加上。再扣九才有机会。可惜扣杀有输人，可能性高一点。看一下他跑的保卫。哎，可以哦，跑得赢哦。勝てました。你开普通心情跑赢人家好心情。一番人気11番スマートファルコ。まずまずの仕上がりですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。3番人気10番スマートファルコ。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。ダート、今スタートが切られました。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。先頭は11番スマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはコパノリッキー。1コーナーから2コーナーへ向かう。11番スマートファルコン、快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのは11番スマートファルコン、このままリードすることができるか。続いて10番スマートファルコン、3馬身離れて待機者、その内並んでコパノリッキー。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身、先頭は変わらず。よそ見はダメだね。うわ、続きました10番
直接开启我的 BGM。 そしてこの BGM おいしそうだ。12番2番続いている、あとは4番、その後ろに7番、そしてその後ろから行くのはスイープ投手ゴールド7並びかけてきた。後方2番手に9番最高峰1番意気揚々と先頭を行きます。11番スマートファルコン、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか、普通が離せません。地方レース場トップクラスのランナーさん、トッパよ。さあ最終コーナーを曲がって、トゥインクルトゥインクル、最高の魔法を見せるわ。バトエスのスピーディー、覚悟しなさいね。食い下がるスイープ投手200億人か、これは強い。先頭これは強い。スマートファルコン、11番スマートファルコン、足色は衰えない。1着は11番スマートファルコン、見事な走りで勝利を手中に収めました。1着でゴールしたのは11番スマートファルコン、チームを奮い立たせる見事な走りで第4レースの勝利を手にしました。2着にはスイープ投手、3着に入ったのはゴールドシチ。ウマドル伝説は止まらない。じゃん。一着なさんはサポート応援ボーナス。あ、サポート応援ボーナスってない。对战对手ボーナス。我们选上台的就对战对手ボーナス。S ボーナス。S ボーナス就是拿基础点再多十发。马身差固有技能，黑亚技能三个，进化技能，小技能的数量叠起来也是很可观的，赚了八万分。OK。那么我们目前的编队应该都改到个段落吧，只是对尼西诺妈妈原本想要把它改成那个叉妈妈，但是因为我自己的萨波卡都不足，对，萨波卡都不是很够，把它改成叉妈，对，所以我还想想，先用原本这一次吧。哇，偶像杯的时候我就可以变成 UG5。 你原本那只看人讲 UG7 的，我记得也是偶像杯练。看能不能再改，因为毕竟这个进化技都还没有弄出来的。如果要把我先行用的沙包卡都分局，只是现在用三女神的话，速卡一样这三张嘛，然后显卡换蓝墨呢，不是短距离用蓝墨呢，蓝墨这短距离用蓝墨呢，实在是有点怎么讲，拿了它就它什么技能，它除了一个直线桥只可以用之外，其他技能都不能用。这样子还是拿花衣莫秀、欸、不过我这是四速，四张速卡，这个四速一显一有人，一显拉不起来、啊、你西东妈妈她的加成是速力，把西口塞给我搞花衣莫秀的哟，其他的我们是没多记，应该都已经更新成有进化技能版本了。铁什么？铁塞？铁我怎么少一个？
经济学有点少，经济学有点少。好吧，那我们也只能先这样子。看等级，现在我们编队等级最低的大概就是 Tail 跟 Cover 吧， Tail 跟 Cover 可以进化。他回来可以再拼命看，帮我抢 S。铁我都已经抢 S 了，只是 power 低了点，也不是低了点，是蛮低的。就先行嘛来讲，说不是很及格，不是很及格。这只是把 stamina 拉到够，但是除 stamina 之外，其他都尴尬。而且我记得这张铁我还有那个更新 bonus， 我没有讲用更新剧情吗？我还是用双弦，然后靠弦的公交波纳斯来拉更新。人多 masters， 这个时候我竟然连预作都没有放，这不很早期在练的吗？长距离放那个拉莫努也没有用。我感觉可以再补一次。射墙真的好，要顶速低一点啊，不然其他都很不错。好了，那我们今天两只马练完了，不知不觉就半个时，两个半小时。明天还要上班，我早点睡吧，早点睡。现在都几点？はい、じゃあ今回のお話はこの辺で、またチャンネルで登録とか、ツイッターもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、また明日ね。See you tomorrow. Ending.